ノー・オー・リング・リスニングパーティー夜空に輝く星のようにファンたちの熱狂と期待が爆発する夜5月28日夜空に高校と輝く星踊り時のようにファンの熱狂と期待が渦巻く特別な夜が訪れるそれは人気グループ n o ー,ア,ンダーラインアイのミニアルバムノー・オー・リングのリリースを記念して開催される待望のリスニングパーティーだ SNS 上では すでに興奮と喜びの声が溢れ返っている。なんですと、お知らせくれてめっちゃ嬉しいです。楽しみにしてるね。公式のステー嬉しいですしかもメンバー登場楽しみにしてますハートの簡単譜これらのコメントはほんの一部に過ぎない。ファンの間ではメンバーとの貴重な時間を共有できる喜びと、新曲、ノ、no, ー・オー・リングをいち早く体感したいという気持ちで、期待が最高潮に達している。 一体なぜファンたちはこれほどまでにリスニングパーティーに熱狂しているのだろうかそれは単なる音楽鑑賞のイベントを超えた特別な意味を持つからだ。リスニングパーティーはアーティストとファンが直接つながる貴重な機会。音楽を通して共感し特別な時間を共有することでアーティストへの愛着はより一層深まる。ノー・オー・リングは ナンバーアンダーライン i 愛にとって新たなショーの始まりを告げる作品だ。ファンたちはこのリスニングパーティーを通じてメンバーと一緒に新しい音楽の世界に足を踏み入れ、彼らの音楽に対する情熱を直接感じることができる。メンバーが直接登場するというサプライズ発表はファンたちの興奮をさらに高めた。 これまで画面越しにしか見ることができなかったメンバーを間近で見ることができるという喜びは言葉にできないほどの感動を生み出す。メンバー登場めちゃくちゃ楽しみ。19時からはメンバーも登場フォロー完了しました楽しみにしています。3人も登場ってや、もうドキドキですよ。ファンたちはメンバーのパフォーマンスを目の前で見ることができ、彼らの音楽に対する情熱を肌で感じることができる貴重な機会に。 心を踊らせている。リスニングパーティーは、単に音楽を楽しむ場にとどまらない。ファン同士のつながりを生み出し、交流を深める場でもある。同じアーティストを愛する者同士、音楽を通して共感し、友情を育むことができるのだ。フォローしてきましたリスニングパーティー楽しみです。みんな大好き公式ステー。嬉しいですね、ナンバーアンダーライン愛も参加とは期待しかないです。ファンたちは。 リスニングパーティーを通じて新たな仲間を見つけ音楽を通して絆を深めることができるだろう。ノー・オー・リング部への期待はメンバーの登場によってさらに高まっている。ファンたちは新曲をいち早く聴きたいという気持ちとメンバーとの貴重な時間を共有できる喜びで胸の高鳴りを抑えきれない。待ってました。楽しみ、お知らせありがとうございますめっちゃ楽しみ。 こんな日が来るなんてめっちゃ嬉しいですびっくりマーク楽しみにしてます。ファンたちの熱狂はナンバーアンダーライン愛の音楽に対する期待の大きさを物語っている。ノー・オー・リングはナンバーアンダーライン愛にとって新たなスタート地点。リスニングパーティーはそのスタートをファンと共に祝う特別なイベントと言えるだろう。ファンたちの熱い期待に依え ナンバーアンダーラインアイはこれからも素晴らしい音楽を届けてくれることでしょう。今後の活躍に期待せずにはいられない。リスニングパーティーはファンにとってアーティストとの距離を縮め音楽をより深く楽しむための貴重な機会。このイベントがファンとアーティスト、そして音楽を愛する人々をつなぐ特別な時間となることを願っている。 の、お、リングの楽曲たちはどんなメッセージを私たちに語りかけてくるのでしょうかメンバーは制作過程でどんな苦労や喜びを経験したのでしょうかそして今後の活動について彼らはどんな夢や目標を描いているのでしょうかリスニングパーティーはこれらの疑問に対する答えを求めるファンにとって最高の機会と言えるでしょう。メンバーと直接触れ合うことで 彼らの音楽に対する熱い思いや今後の展望をより深く理解することができるはずです。さらに、リスニングパーティーはファン同士の交流を深める場でもあります。同じアーティストを愛する仲間たちと音楽談義に花を咲かせたり、一緒に新曲を聴きながら感動を分かち合ったり、新たな友情を育むことができるでしょう。SNS 上では、すでに多くのファンが、 当日の服装や持ち物について相談し合っています。中にはメンバーへのメッセージボードやプレゼントを用意しているファンもいるようです。リスニングパーティーはまさにナンバーアンダーライン愛とファンが一体となって音楽を楽しむ特別な空間となるでしょう。メンバーのパフォーマンス、新曲の感動、そしてファン同士の交流、これらの要素が融合し忘れられない夜を作り出すことでしょう。 ナンバーアンダーライン I の音楽は彼らの才能と努力の結晶であり、ファンたちの心をつかむ力を持っています。今回のリスニングパーティーは、その音楽の魅力をさらに深く体感できる、貴重な機会となるに違いありません。ノーオーリングの楽曲たちは、きっとそれぞれのファンの人生に寄り添い、心を揺さぶる力を持つに違いありません。その音楽を通して、ファンたちは、喜び、 悲しみ、希望、そして愛といった様々な感情を共有し共鳴するでしょう。リスニングパーティーはまさにそんな音楽の力とファンたちの熱情が交錯する特別な空間となるでしょう。メンバーのパフォーマンスは観客の心をつかむ圧巻のステージとなることでしょう。彼らの歌声は会場に響き渡りファンの心を熱く燃え上がらせるでしょう。 そして、新曲、の、お、リングが奏でられる瞬間。それは、ファンにとって、待ち焦がれていた喜びと感動が爆発する瞬間。音楽に身をいねメンバーの思いに共鳴し、心を揺さぶられる、忘れられない瞬間となるでしょう。さらに、リスニングパーティーは、ファン同士の交流を促進する、素晴らしい機会でもあります。 同じアーティストを愛する仲間たちと音楽談義に花を咲かせたり、一緒に新曲を聴きながら感動を分かち合ったり、新たな友情を育むことができるでしょう。SNS 上では、すでに多くのファンが、当日の服装や持ち物について相談し合っています。中には、メンバーへのメッセージボードやプレゼントを用意しているファンもいるようです。リスニングパーティーは、まさに、ナンバーアンダーライン愛とファンが一体となって、 音楽を楽しむ特別な空間となるでしょう。メンバーのパフォーマンス、新曲の感動、そしてファン同士の交流、これらの要素が融合し、忘れられない夜を作り出すことでしょう。ナンバーアンダーライン I の音楽は、彼らの才能と努力の結晶であり、ファンたちの心をつかむ力を持っています。今回のリスニングパーティーは、その音楽の魅力をさらに深く体感できる、貴重な機会となるに違いありません。 ノー・オー・リングのリリースを記念したリスニングパーティーは単なるイベントではありません。それはナンバー・アンダーライン愛とファンが共に歩む未来への助章であり、新たな始まりの象徴なのです。この特別な夜にあなたはどんな思いを抱き、どんな夢を叶えたいですかさあ、5月28日の夜、共にノー・オー・リングの世界に足を踏み入れ、忘れられない夜を想像しましょう。 さて、あなたは、このリスニングパーティーに参加して、ナンバーアンダーライン愛の音楽を体感したいですかもし、あなたがこのイベントに参加するなら、どんなことを期待しますかどんな質問をメンバーにしたいですかあなたの感想や意見を聞かせてください。